セスチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。フラワーデザイナーの斉藤由美です。今日は私の小さなお部屋をご案内したいと思います。よろしくお願いします。お願いします。素敵ですね。ありがとうございます。なんかもうとにかく雑貨が好きで、はい、この辺は全部ブロカントで安く買ったものなんです。でこちらもこの机もブロカントで見つけて、まあ、飲みの市で見つけて、で友達と2人でバスで運んできたもので結構重いんですけれど、はい。でもなんか状態がすごくいい。どちらですか、ちなみに。これは移動するタイプの、はい、ダンフェール・ロシローの道端で空いてるの でこれを2人で友達で持ってたら、違うスタンドのマダムがあなたそれいくらで買ったのって、で120ユーロだったんですけど、いい買い物したわねって、後ろちょっと見せてみてって、本当にちゃんとベニヤとかじゃなくてしっかりした板なんですね。だからあなたいい買い物したわよって褒められたんですけれど、このまんま、はい、このまんまです。下にあるバスケットもブロカントでこう買ったもので5ユーロとかそんな感じだったと思うんですけれど、保存の瓶とか非常食とか、はい、入れています。いやでも家具ってこのブロカントの家具とかにちゃんと合いますよね。そうですね。でこちら の家具、これは時々フルーツを入れたりしてるんですけれど、これとか、それからこちらですね、とあとこのお皿みたいになってる、これはランブイエっていう、パリ近郊の村に移り住んだ友達の家に遊びに行って、でそこで彼女が取ってくれたアイビーですね、ツルを使って自分で編んだものなんです。ですからこれちょっとこうお皿みたいにね使ったりとか、それからこちらはフルーツを買ってきた時に乗せたりとか、でこの大きいのは、まあ、本当にざっくりと編んで雰囲気がいいかなって勝手にね、うまくはできてないんですけど、でも自分で気に入っていて、こんな風にお皿を置いています。手作りなんですね。手作りです、はい、簡単にできるんですよ。でこの黒いものは、多分昔学校で使われていたもの、フランスのね学校で使われていたものだと思うんですけど、それに合わせてなんかこう黒で締めたいと思ったので、こちらは松本のギャラリーで買ったものなんですけれど、こう漆を塗ったものをですね、その紙を貼って、でこちらの作品はつい最近東京の作家さんが作った、まあ、東京の展覧会に見に行って、で気に入ったものをこうくるくると巻いてパリまで運んできたものなんですけれど、雪の下っていうね植物を、まあ、加工して半永久的にこうドライと生花の間ぐらいの質感でくっつけてあるものをこちらにディスプレイしてみました。あとこちらはこの繊細なレースが気に入って、でとにかくもう使えるとかなんとか思わなかったんですけど、とにかく持っていたいと思って使い道も何も考えずに買って、でこのようにちょっとディスプレイにね使ったらいいかなと思って、でもそのうちデニムに合わせたりしてこう着てみたいなとは思っています。この辺もオールドバカラなんですけど、飲みの市で買ったもので、特にこれはねちょっとしたチップがあるので、欠けがあるので2ユーロで売ってたんですよ、そのノルマンディのねグランビルで、はい、ね、そうだから一つしかいないんですけど、はい、ちょっとしたね冷酒を入れたりとかリキュールを入れるのにいいかなっていうふうに思ってます。そうなんです、そうなんです、はい、アスティエのものとか、あと名前が変わっちゃったんですけど、ルギャールっていうアスティエから出た、はい、方が作っていたマークですね、ブランドのものとか、あと日本の作家さんのものもあって、この辺は白と黒とガラス銀で統一しています。いろんなこう逸話があって全てにストーリーがあるんですけど、例えばこちらのこうお皿ですね、これはそのルギャールっていうブランドをやっていたジャンバティストさん のアトリエ、これがアトリエにあったのでじーっと見てたんですね。そして何欲しいのって言われて、非常に高価なものですから、あそんなにお金持ってきてないからって言ったら、あげるよって言われて、その作家さんからもういただいたもの
なんですね。だからすごく大事にしているんですけれど、こちらの四角いねお皿もアトリエで買ったんですけど、1枚割ってしまったんですよ。はい、これね、1枚割ってしまったのはあのコロナの時に金継ぎをね自己流でやったので、で初めてのものだからあのすごく太くなってしまって、こんなにねモリモリする必要はなかったんですけれど、でもまあこれはこれで面白くなったかなと思って、はい、そうですね、またちょっと生まれ変わりましたそうなんです、あの全てがそう、カゴとかね金継ぎもそうなんですけど、うまくやろうとか思ってなくって、下手くそでも自分がやったものっていうのが楽しいというかね、面白いなっていう風に、そうなんです、これもねあの欠けちゃったところをこう金継ぎにしてね、ワンポイントになって、はい、いいかなと思ってます。手を動かすことがお好きなんですか？いや、あのね、不器用で本当に折り紙の鶴もあんまりうまくできないくらい不器用なんですけど、なんかこうやってみたがりなんだと思います。あとほら捨てるの嫌でしょ、捨てられないですよね、だからなんとかこう再生できないかなと思って、これは本当にあのちゃんとした漆の継ぎじゃなくって新漆っていうのを使ったり、それからプラモデルを使うときにくっつけるもの、パテを使った、まあ、なんちゃって金継ぎなんですけれど、簡易金継ぎですね、それでやってみました。もうこの辺もみんなあのブロカントで買ったものとか、こちらはランジス花市場のブロカントコーナーにあったものですし、そうこれもモーベールミチュアリでのご近所のね、はい、市場広場に出てるブロカントでこの2つ、はい、セットで買ってきました。ここ天井高が結構あるもんですから、ちょっとこう高いところに、はい、アクセスしたりするのにこの脚立が必要で、でこの古い感じが気に入って、まあ、ちゃんと乗れるんですね。乗れます乗れます、はい、だからディスプレイ材、ディスプレイの、まあ、お金でちゃんと高いところに登らないといけないときは使ってます。こちらの黒いものは江戸時代のものらしいんですけど、東京の古道具屋さんに行ったときに気に入って、質感とか色が気に入って買ったもので、あのこれ一つで機内持ち込みのトランクがいっぱいになっちゃったんですけど、で今はこれをお呼ばれの時に持っていけるようにシャンパーニュのストックに、ね、しています。え、もともと何なんですか？やっぱりお酒、一升瓶を入れるものだったそうです。大きいですね、はい、そうなんです。なんかこう日本のものとそれからフランスのもの、古いもの新しいものをこうミックスして、自分の好きなものだけにね囲まれていたいなというふうに思ってるんですけど、ありがとうございます。こちらの時計もずっと探してこちらに引っ越してね8年になるんですけど、ようやくこちらもあのランジス市場で見つけて、これは友達が引っ越し祝いに買ってくれたものです。はい、これもあのなんかこうインダストリアルな感じにしてみたいなっていうのがあって、多分つないだりすれば電気もつくと思うんですけれど、まあこれはこれでディスプレイとして、でこのトランクの中には季節外れのセーターとかがね入っていて、ちゃんとディスプレイ台にもなってるし、収納も兼ねています。ちなみに収納が結構いい感じだと思うんです。そうなんです、ここねあの天井も高いので収納がもともとこういう風に作ってあって、でもうあの色があんまり好きじゃなかった普通の木の色だったので、自分で友達と一緒にですねこう白くペイントしてちょっとエイジングしたりとか、雑な感じ、わざとねシャビーなシャビーシャンペトルな感じにあの塗装したんです、ここの部分は。でこの薬瓶ですね、ビットクルニエ、そのフリーマーケットをやってた時にこれをザーッと並べて売ってるおじさんがいて、でどうしてあなたこんなに持ってるのって言ったら、うちがもともと実家が薬局だったんだよ、でもういらないから売るって、全部1ユーロぐらいですごい安いんです、今ね5ユーロ以上はしますから、から全部買いますって、はい、もらってきましたね。あのそういろんなサイズがあると、お花をね入れるのに、短くなったお花とか入れるのに非常に便利です。であとはこちらが、まあ、自慢のものなんですけれど、はい、南フランスの
アビニョンだったと思いますけど、南フランスのにアトリエを構えてる作家さんが作っているもので、すごい素敵でいつかこれをつけたいと思ってたんですけど、前に住んでいた部屋は天井が低くって、でその天井にこう電気が通ってなかったのでずっと諦めていて、でもいつかこのシャンデリアをつけたいなっていうのがこの部屋に来てからようやく叶いました。ここに飼ってるカーテンは布ですか？はい、これはモンマルトルの生地屋さんに行って、あの普通のシンプルな麻ですね、3メートル幅のものを買ってきてですね、これを使ってこんな風にして、でこちらがソファーベッドで、あのベッドになるものですから、その仕切りといいますか、はい、昔から天蓋がある、ね、ベッドにすごい憧れていたので、まあ、なんちゃって天蓋風で、はい、気に入ってます。でも本当に買って、あの洗ってかけただけ、縫ってもいないので切りっぱなしなんですけど、透き通り感がなんか綺麗ですよね。はい、そうなんです。でこれ電気をつけるとそれもまた透けて見えるんですけど、ちょっとやってみましょうか。ね、この好きなお気に入りのね、はい、あったかい、わりかしこうムーディーな感じなんですけど、ここにこう光がつけてベッドを出すとこんな風に、はい、なるんです。お部屋での過ごし方というか、どんな時間帯が好きだとか、そういうのはあるでしょうか？普段はここに座ってあのお茶を飲んだり食事をしてるんですけど、ね、あちらに見えるパンテオンの景色がすごく好きで、毎日違うんですよね。もう色も空の色も雲の形も毎日違うので、本当に見飽きなくて、ずっとこうここをぼーっと見ながら過ごす時間がとても好きです。パンテを見ながら朝ごはん、はい、そうです、はい、そうです。優しいです。綺麗ですね。あの西があちらからなので、こうバラ色の光がこうこう当たって、はい、綺麗です。ただ西側に向いた窓がないので、だから西日、夕日が沈むところはね見られないんですけれど、でこちらがベッドサイドに置いて、なんかパラパラと楽しめたらいいなという思いで作っていただいた本なんですけれども、こちらの方はブーケシャンペトルアラメゾンといって、パリのシャンペトルスタイルの全てを網羅した、もうブーケからアレンジメントからも全てを網羅したもので、パリスタイルのバイブルというふうにね言っていただいているものです。であのレッスンで作っていただいたものとか、もう本当作り方も細かく、花の選び方から切り分け方、道具のことからもうプロセス写真もね、基礎中の基礎、それから大きなブーケの作り方、花合わせのこと、コツ、色合わせのこととか、もう本当に細かく花のある暮らしのことを語っていて、こちら の, あのローズバッドのオーナーフローリストの、バンソン・レサールのブーケを取りためたものをまとめていただいた、シャンペトルのすべてという本ですね。本当にね、バンソンの作るお花って素敵なんですよね。パリで、花仕事を始めて23年になるんですけど、その23年分のこう日本とのギャップも含めて、フランス人の考え方とかお花との付き合い方、デザインのことをもう全て注ぎ込んだ本です。はい、はい、はい、ありがとうございます。奇跡の出会いがあってですね、口に出すことは大事だなっていうふうに思っています。自分はどうしたいのかっていうことをね、フランスにいると常にそれを突きつけられているような気はするんです。